和戸町内会では毎年、この敬老祝賀会を開催していますが、目的はやはり昭和の激動期にご可決されたお年寄りを招いてですね、心ばかりのお礼と申しますか、お祝いをしたいと。行く人がいなくなるかね、参加者が増えるようなことは、うちにどうするかということが一番の私の I'm not afraid.